ワンズボイスチャンネル11回目です。皆さんこんにちは、ワンズボイスの佐山雄介です。現在ワンズボイスチャンネルでは写真と情報をご提供いただきながら番組を制作しております。今日も頑張っている飲食店をご紹介。新型コロナウイルスの影響で大変な思いをみんながしていますが、少しでも皆さんにとってお得な情報でしたり元気な生活を送ってもらいたいという思いで番組を制作しております。今回もチャンネル登録をしていただいた皆様限定の特典もご用意しておりますので、最後までご視聴いただければと思います。チャンネル登録は無料で簡単にできますので、下のタブや映像右下にチャンネル登録のボタンがあります。ぜひそちらを押してください。よろしくお願いいたします。周りの方々にもご紹介いただけたりおすすめいただけたりするとありがたいです。今回ご紹介しますのは高崎市冷水町にあります野菜酒家ナッパ畑さんです。イオンモール高崎すぐ近く、そのまま北へ3分ほど車を走らせると冷水の交差点があります。その左手に位置している野菜酒家ナッパ畑さん、古民家風の建物はとっても素敵な雰囲気です。ゆったりとリラックスできるスペースとして、そして特に子育てをしているお母さんには嬉しいことがたくさん、人気のお店ですのでぜひご注目いただきたいです。現在は新型コロナウイルスの影響で多人数で集まることが難しいのですが、収束したらぜひナッパ畑さんでの会合や女子会、ママ会などにご利用ください。お子様連れも大歓迎。現在は情勢を鑑みテイクアウトに力を入れています。メニューが本当に豊富です。メニューの写真をご覧いただきたいと思いますが、これが一部です。これだけではなく本当にメニューが多いので、いろいろ試してみるのもよし、お気に入りのメニューを探してそれを食べ続けるのもよしです。今回お話を伺ったのは店長の島田紀秀さん。すごく個人的な話なのですが、島田さんと僕は同い年でお互いバスケ部だったということで話が盛り上がりました。お互いの同い年の田臥選手の話題とかで盛り上がりました。もともとは結婚式場の料理長として腕を振るっていた島田さん、今も多くの方をご自身の料理で笑顔にしています。お店は3年ほど前に緑市から現在の高崎市冷水町に移転。たくさんのお料理の写真をいただいていますので、できるだけご紹介したいと思います。現在たくめしというアプリがあり、詳細欄に URL を記載しておきたいと思いますが、そのアプリをダウンロードいただくと多種多様なメニューを見ることができますし、テイクアウトとして利用することもできます。お店のおすすめはベスビオ。シャンゴさんが広めた辛いパスタとしても有名で、群馬県民にはおなじみのパスタかもしれません。それからお得なセットメニューもおすすめ。やはりお母さんたちにとっては注文したらメインからサラダやデザート、ドリンクまで黙っていても出てくるというのはかなり便利で手軽で気軽なもの。メイン料理の選択肢も豊富ですし、お子様メニューはこちらでも充実しています。店長の島田さんは男性にはステーキ丼など肉類のメニューもたくさん出るが、女性にはドリアやリゾットが人気。それは例えば赤ちゃんを抱きながらスプーンを使って片手で食べられるところ、そして熱々の状態が長く続きゆっくり食べられることが選ばれる理由なのではないかとお話しされていました。確かに片手で食べられる、熱々の状態が長く続くというのはポイントかもしれませんね。新型コロナウイルスが流行する前は多くの家族連れやママさん、お子さんたちでにぎわっていた店内、お座敷というのもお子様連れの皆様にはとっても安心。メニューも充実、お子さんが喜びそうな企画も満載。現在ではゆっくりするのも難しい状況ですが、テイクアウトに力を入れていて、日々スタッフの皆さんがこういうのもいいんじゃないと意見を出し合って、お客さんが欲しいもの、求めているものを提供していこうと工夫しています。本当に今はこういう状況ですし、何でもやっている、ピンチはチャンスと捉えて、皆さんの求めているものは何なのかを突き詰めて考えているという店長の島田さん。スタッフの皆さんもモチベーションが高く、家族連れやママさんたち、お子さんたちに喜んでいただけるように、
店内の装飾もすべてスタッフさんたちの手作り。装飾、メニュー、ポップなども非常に凝っていて、手作り感が満載の素敵なお店となっています。食材に関しても地産地消にこだわっていて、それには理由があります。島田さんが以前衝撃を受けた話として、地産地消で有名なシェフがおっしゃっていたそうです。なぜ地産地消の料理が美味しいか。例えば学校のクラスに自分一人だけが日本人だったらリラックスできるだろうか、言葉が通じるか、コミュニケーションが取れるか、仲良くなれるか、そんな気を使った状態でリラックスなんてとてもできない。一緒の土地で育つ、同じ空気を吸って、同じ空間、同じ文化、同じ環境の中で育った者同士は気持ちが通じるのは当たり前。それは料理だって同じなんだ。群馬の人にとっては群馬で育ったものを美味しく感じるのは当たり前なんだというお話だったそうです。そのお話に感銘を受けて現在のお店を経営している島田さん。地産地消とともに大事にしているコンセプトとして、自分たちも楽しむこと、楽しそうに作っている人の料理はそれがお客さんにも伝わる、お客さんに楽しんでもらうためにもまず自分たちが楽しむようにするということを念頭に置いているそうです。さて、そんな素敵なナッパ畑さんから、このワンズボイスチャンネルをご覧の皆様、チャンネル登録をしていただいた皆様に素敵な特典をご用意いただきました。大人気のデザートミニパフェが400円なのですが、そちらを200円にサービスさせていただきます。店内でもテイクアウトでもこのミニパフェは利用することができますので、ぜひご利用くださいませ。利用方法はこのワンズボイスチャンネルのチャンネル登録をしていただいて、店長の島田さんに、島田さん、ミニパフェなんですけどという合言葉をチャンネル登録が確認できる画面とともにご提示ください。お得に、そして美味しいパフェをお楽しみくださいね。特典の期限は2020年6月末までとなります。そしてお得をした分のお金でシフォンケーキなどはいかがでしょうか。大人気のスイーツ、デザートとしてこのシフォンケーキが挙げられますが、お土産として100円というかなり安価なお値段で提供しています。狭山もおすすめ、しっとり甘さ控えめで美味しいです。こちらもご注目いただけると嬉しいです。というわけで、今回のワンズボイスチャンネルは高崎市冷水町にあります野菜酒家ナッパ畑さんをご紹介しました。メニュー豊富、そして小さいお子さんがいるご家庭、家族連れ、女子会、ママさんたちの会合、スイーツ、リラックスできるスペース、そんなキーワードにはうってつけのおすすめのお店です。ぜひ皆様のご利用をお待ちしております。今後もワンズボイスチャンネルではお得な情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をしていただいて、今後の番組にもご期待いただければと思います。